皆さんこんにちは。今日は韓国コスメのデアダリアのパレットを使ってアイメイクをしていきたいと思います。前回そのツヤ肌大人メイクで紹介したデアダリアさんのこのめっちゃ可愛くないですか？もうパケ買いしたんですけど、オーガニック、すごく肌に優しい成分でできているので、私結構肌弱いから真ん中はチークが入っていて、今日はオレンジ系の方を使ってやっていきたいと思います。アイシャドウはとりあえずこの一番薄いアイホール全体にのせていきます。薄ピンクって感じかな。で、今回はこの目頭かの方にももう全体的に囲うように描いていきます。感じ、ちょっと目元がこう明るくなる感じの色ですね。はい、こんな感じでベースは完成です。ベースを塗ったこの色の横のキラキラした茶色を手で塗っていきます。二重の幅ぐらいに全体的に塗っていきます。このぐらいなんかさりげないラメだったら可愛くないですか？この涙袋のところにも塗っていきます。はい、こんな感じで塗り終わりましたら、この赤茶を塗っていきます。この細いペン でこれはそんなに広く塗るってよりかは本当に二重のラインぐらいに塗っていきます。こんな感じです。そしたらこの赤茶をこの目尻の部分に目を囲むようにして下のラインを引いていきます。こう、こことここをつなげるようにすると目がもっと大きく見えるので、ここまで塗ったら、マスカラは本当にいつも使っているこのデジャブのはい、結構しっかりまつげが完成した、持ってる一番細い筆でこの一番濃い茶色をちょちょちょって取ります。で、取ったらのアイラインを目尻に引いていきます。これもちょっとね、焦げ茶ですごいこう他のシャドウとすごく相性がいいので、やっぱパレットのいいとこってそういうところなんだよね。そしたらちょっと残ったこの一番濃い茶色をまた目尻の下の部分にも、アイメイクは完成です。で、これの中心にあるチークを塗っていきたいと思います。で、ちょっとはたいて、私はこの頬骨の高いところから、頬骨の高いところに向かって筆を上げるようにチークを入れます。やっぱちょっと高めに入れた方が私的にはなんかもっとこうふんわりする感じ、顔の血色がよく見える。で、残ったチークもちょっと顎に塗ってバランスを取ります。はい、そしたら続いてリップを塗っていきます。
で今回リップはこの3つをかわいい買ったんですけど、今日はこっちがピンクコーラルで、こっちがオレンジを買ったんですが、今日はアイメイクちょっとオレンジ系にしたので、こっちのオレンジを塗っていきます。でこの口紅がなんか結構グロスっぽいのかな、なんかマットタイプじゃないのですごい塗りやすいし、色がすごい可愛い、発色がちょっとこうプルッとするの分かるかな。そしたら上から色っていうのかな、この上からグロスを塗っていきます。で結構光に当たるとキラキラしてて可愛い。こんな感じでパレットを使ってお化粧をしてみました。なんかパッケージ買いだったんだけど、もう発色もすごく良くて、ラメもなんか結構細かくてきつすぎない感じのアイメイクができるので、すごくおすすめです。はい、今回も動画ご覧くださいましてありがとうございました。メイクも参考になればいいなと思います。皆さん引き続きコロナも気をつけて、しっかり手洗いうがいと、なるべくステイホームで皆さんコロナ気をつけましょう。ということでまた次の動画で会いましょう。じゃあねー。